アカントメリディオンはカンブリア紀に生息した化石節足動物の一族。中国のスミエ動物群から発見される種によって知られる。全長35ミリメートル程度の縦長い節足動物である。体は丸みを帯びていた頭部と11内し12節のセイ板に覆われる頭部から構成されており、尾端の中央は尖った微節を持つ。頭部左右の領域は西洋虫のように、 縫合線によって隔てられている。胴部の消化管は体になる、消化性を持つ。付属種は不明。アカントメリディオンはアーティアッポダ類の節足動物である。その中で、アカントメリディオンはかつてシャンダレラ類として分類された。しかし、新たな特徴に基づいた、方へ通る2016の分岐学的見解では、アカントメリディオンは他のアーティアッポダ類より、 早期に分岐したとされる。アカントメリディオン族は、バーストラム法1997によって、単価高であるアカントメリディオン化に含められたが、法へ通る2016に過不明とされるようになった。1989年に記載され、2008年まででは8つの化石標本のみが知られるアッコアンソマリディアンセロトムと2016年に記載され、 三つの化石標本によって知られる、アッコアンソマリディアンアナキャンサスという二種が認められる。ありがとうございます。